セルゲイ・ゼンシュテイン。セルゲイ・イー・ミハーイ・ーイ,ロイ,ーイ,イロビッチ・エーゼンシュテイン。サーゲイ・ミカイ・ジロビク・イジ・ゼンストジン。サーゲイ・ミカイ・ロビッチ・エーゼンシュテイン。1898年1月10日。グレゴリオ歴1月23日から1948年2月11日。は、ロシア帝国領のリガに生まれた、ソビエト連邦の映画監督。高祖父母の世代において、 ドイツ系ユダヤ人とスウェーデン系の血を引く。ドイツ系ユダヤ人であった、曹祖,祖父母の時代にはすでにユダヤ教から東方正教会に改修していたため、バルトドイツ人として紹介されることもある。ユダヤ的な名前、鉄石を持つユダヤ人と紹介されることも多いが、セルゲイ自身は出生後すぐに、キリスト教の洗礼を受け、決してユダヤ教と DT チャイではなく、また、 ユダヤ人としての特別なシンパシーがあった明白な証拠はない。また、欧州大陸では民族間の根血は珍しくなく、彼自身にドイツ系やスウェーデン系としての自意識があったかは不明である。少なくとも成人してからはソ連人、ロシア人としての自覚の方が大きかったようである。1898年1月10日、ロシア帝国の支配下にあった。 ラトビアのリガに生まれ、大聖堂で洗礼を受ける。サンクトペテルブルク出身の父は、ロシア正教会に属する、ユダヤ人の末裔の建築家だった。母は、ユリアイバノブナ。成長すると、リガ市立実家学校、ペトログラード土ド木専門学校建築家へと進む。1918年、赤軍に入隊し、アマチュア演劇に携わる。 福音後は一時参謀本部アカデミーにて日本語を学び、これが後の映画監督としてのキャリアに多大な影響を与えた。1920年、モスクワに移住し、プロレタリア文化協会、プロレトクリトの第一労働者劇場に美術担当として参加。1921年、名演出家であるフセボロドメールホリド率いる国立高等演劇工房演劇を学び、 そこで、ジャック・ロンドンのメキシコ人東北の演劇美術の担当。この頃、メイエール・ホリドの助手を務めつつ、映画の勉強を始めた。1924年、映画に移行し、国家映画委員会の仕事で、ストライキを制作。1925年、彼の代表作とされる、戦艦、ポチョムキンを監督。同作で、モンタージュ理論を確立。この手法は、 映画制作理論の一つの到達点で観客の感動を揺り動かす映像言語としての基礎となった。その後も10月1928年や1938年イワン・ライテー1944年といった作品を次々と世に送り出した。1948年2月11日、モスクワにて50歳で心臓発作で死去した。 モンタージュ理論を確立し自ら実行した人物で、映画史において極めて重要な人物の一人とされている。最も有名な映画作品は1925年の戦艦ポチョムキンである。未完に終わった三部作、イワン・ライテイ、1944年はその集大成とされている。ハリウッドとも関係が深く、戦艦ポチョムキンに感銘を受け、ソ連を訪れた。 メアリー・ピック・フォードとダグラス・エアバンクスに会い、その後ハリウッドからの招聘などを通じて人脈を広げた。ウォルト・ディズニーやチャーリー・チャップリンとは親友である。ウラジー・ビル・レーニンからは絶賛されたが、ヨシフ・スターリンが政権を握ってからは作品の改編、廃棄を余儀なくされた。イワン・ライテは三部作として構想されたが、第一部、1944年、第二部、 1946年のみ完成した。第一部は、スターリン賞を受賞したが、第二部は、イワン・ライテイと親衛隊の描写が批判され、上映禁止となる、上映は1958年。直後に、スターリンに呼び出されて、第二部の改作と、第三部の制作を約束させられたが、その後は更新の指導に専念して、制作を事実上放棄している。 モンタージュ理論が確立されたのはエーゼン主イ員が一時期日本人教師に漢字を習っていたからだという。漢字という象形文字の持つ抽象的な概念を描写的デザインに表現しているという元コンセプトから身と美でしつけに口と鳥で目になるなど全く別の意味になるということに興味を持ったという。このコンセプトをもとにモンタージュ理論を開発したという。 1920年代の日本映画に関し、エイゼンシュテインは、最近の日本映画は、米国映画の真似ばかりをしている。なぜ日本独自の映像美を語ろうとしないのかと、で厳しく批判している。1927年からソ連を訪問した、湯浅シコ、宮本ユリ子の訪問を受け、一緒に写った写真が現存している。ハリウッドに呼ばれ、喜劇王、チャップリンと、 テニスに興じる写真などがある。アメリカ人の聴衆に向かって、モニュメントバレーのような壮大なセットがあるにもかかわらず、西部劇のようなものしか撮れないハリウッドはどうかしてると、一頭両断した。以降、エイゼンシュテインがアメリカに呼ばれることはなかった。また、ディズニーのアニメ、白雪姫を、鑑賞、映画史に残る、史上最高の傑作と絶賛している。 1998年1月23日、ロシア中央銀行は、エーゼンシュテイン生誕100周年を記念して1万5000枚のコイを発行した。表面には、戦艦、ポチョムキンを編集中のエーゼンシュテイン。裏面には撮影中のエーゼンシュテインが描かれてある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。